画面シェアしますね。林田さん。え？林田さん抜けちゃった。いや落ちただけでしょ。また入ってくるよ。入ってくる。ああ、うん、はいはいはい。それでシェアしましたんで、これ見えますよね。はい、今見えます。それで今日はね、ハイテクバブルが今バーストということは崩壊してるんですね。だからテックバブルザバースティングオールオブザプレイス、ハイテクバブルがあちこち至るところで崩壊している。 Some more loudly than others、 いくつかの企業は他の企業よりも激しい。これね、なんかね、去年11月からひどいんだよね。そうですね、うん、日本もハイテク企業ってひどいんだよね。僕も通してるけど、メルカリなんて7500円だったの12月、今1800円だね。そうですね、やられましたね。見事にやられちゃってですよね。そうですね、うん、まあアメリカのハイテクはそうでもないさ、だいたい3分の1ぐらい下がっただけですね。まあ金額がでかいからね。はい。A favorite pastime in Silicon Valley, second only to inventing the next new thingis bubble spotting。 初っ端から何言ってるか分かんなかったんだけど、シリコンバレーのお気に入りの気晴らしはパスタイムね。second only to inventing new next new new thing、 次の新しい物事をインベンティング、発見するのに続いセコンドだけのに続いて、発見するオンリーだからだけっていうか、発見するのに続いセコンド続いて、バブルスポッティングはね、スポッティングってのはね、これね、シミなんですよね。だからバブルを見つける行為だから、かつてバブルが流行った時のことを言ってるんですよ。だからバブルを見つける行為であったから、シリコンバレーのは何か新しいことをやってるかなっていうのを探すのと、バブルがどう起こってるかっていう、そういう2つのことが、まあ、シリコンバレーの娯楽っていうか気晴らしだっていうこと、関心事だってことですね。で、最初読んだ時全然わかんない。なんでなんだろう、今バブル弾けてるのに。でこれはバブルを弾ける前の話をしてるんですね。で英語って難しいよね。こう先読んでいかないと本当のこと分かんない。 Even industry insiders tend to get these things spectacularly wrong。 これもね、変な文章でね、産業のインサイダーだから、産業なんかよく見てる人でさえ、これらの物事をスペクタクラリーっていうのは、こうスペクタクラリーって豪華にとか目覚ましくって、ひどくウロングだから間違える、全然間違えちゃう、ゲットウロング、全然間違えちゃう傾向、テントゥ健康にある。だから産業の中の詳しい人でも、このバブルスポッティングというか、バブルがその弾け、バブルが行われているっていうことを見つけることができない傾向にある。そういう意味ですね。Get things wrong。 間違ってしまう傾向にある。で、You'll see some dead unicorns this year。 あなたは、今年、死んだユニコーンのいくつかを見るだろう。だからダメになったユニコーンのいくつかを見るだろう。 Bill Gurley、A noted venture capital、 ビル・ガーリーっていうベンチャーキャピタルがノーテッドと有名な著名な、 predicted in 2015年に予測した。 The year that incubation of these startups was more than $1 billion nearly got going。 だからそのいくつかのね、今年ユニコーンのいくつか何社かがもう死んでしまうだろうと予測したわけですよ、2015年。だけど、
the year that incubation of this startup, worth more than 1 billion in ユニコーンで10億ドルのことなんで、10億ドル以上の価値のあるスタートアップ、新興企業の、インキュベーションというのは負荷ね、卵を変える。だから、起こるっていうことが、負荷が、really got wrong, get going。実際に離陸したっていうか、起こった年だって、2015年、ザイヤー。だから、ここの、ビル・ガーリーは、今年ユニコーンが何社もね、倒産するだろうと予測したわけだけど、実際にはね、ユニコーンというのは10億ドル以上とか、10億ドル以上の新興企業が何社もね、実は立ち上がった年だった。というんですね。この文章難しいよね。僕、最初読んで全然分からなかったね。なぜかというと、このタイトルがバースティングだから、崩壊するっていうタイトルなので、なんで立ち上がる話してんのかなって、これ2015年の話してんだよね。で、英語の難しさってさ、発想力なんだよね。だから常識に固まってるとさ、この文章どこもわかんない。下の方まで読んでいかないとわかんない。で、The game has just become more easier。で、ここで今の話になっていくんですね。このゲーム、要するにハイテク企業の新興企業が立ち上がったり崩壊したりするゲームね。このゲームはジャストちょうどね、よりイージャー、より容易になってきたということは、そのバーストのことをこれから言うんですね。 The sound of bubbles popping can be heard all over the place。 バブルのポピンは弾けるね、音があちこちで聞かれることができる。だからさっきの前の段落の逆ね。The tech shares 技術株ね、 Initial Public Offering IPO ね、 The Bank Check Company Known as SPAC。 これね、馴染みないと思うんですけど、僕も今回の記事で分かったんですけど、 Special Purpose Acquisition Company のことを SPAC って言うんですね。でこれは特別買収目的会社という意味だって言うんですよ。で新規上場の方法の一つで、買収が目的なので空箱上場、白地白地小切手会社などと呼ばれて、だから中身のない買収目的の会社を上場させるってことらしいんですよね。僕よく分かんないんだけど、あんまり調べてないけど、バンクチェックカンパニーって言うんですね。英語では SPACS って言うんですけども、スタートアップバリエーション、スタートアップの評価、バリエーションね、評価。And even cryptocurrency、仮想通貨ね、でさえも、このまま次の、なんてコロンって言うんですか、コロンじゃなくて、なんていうんですか、これ、マーク、すなわちって、これなんていうのかな、コロンじゃなくて、名前忘れちゃったけど、すなわち、all the assets that climb to、Dizzling heights over the past few years。 過去数年にわたって、目がくらむような高さに上り詰めた全ての資産、オーダーアセットね。Dizzling、目がくらむようなハイト高さ、Climb to over the past few years。 Are now coming down to earth。 そして今や coming down to earth、地に落ちている。地に落ちているということは現実に戻っている。まあ、地に落ちてるでいいよね、このまんまの英語で。だから、目がくらむような高さにまで行った全ての下が地に落ちてきている。It's harder to say how rapidly they will burst。 彼らのバーストは崩壊するね。どれほどね、大きな音を立てて、大きな音を、how rapidly、どれほど大きな音を立てて崩壊するかということは、より難しい。And which might still deflate。 deflate ってのはね、これね、細胞、フレートだから、再浮上するってことだね。だから、ここでは細胞膨張するっていうか、要するに、まだ、このユニコーンとかそういう会社がね、もうここに空いた IPO とかいろんな会社、テック会社が、膨張する、拡大する、まだ拡大するかもしれない。
っていうそういうことですね。だから弾けてるけどもまだ拡大するかもしれないということですね。リフレイトというのは再膨張させるということですね。それで The decline of textures is the most spectacular、 牛須株のデクラインだから下落は最も激しいスペクタクル劇的であるNDXC the index of the 100 largest tech firms on the Nasdaq exchange。 NDXC というのはね、Nasdaq 投資所のエクシェンジ取引所ってね、Nasdaq 取引所の100の大きさの100の 大きな IT 企業の指数が NDXC というんだけれども is down by a third since its peak in early November。 11月の初めのピークから by a third 3分の1下落している。 by a third by という単語を、ね、覚えた方がいいですね。 by って言うとね、なんとかの分だけだ、これバイアサードという3分の1だけというふうなバイというのを使うんですね。それでファームズ in this index have lost a combined $2.88 trillion in market value。 でこの、インデックス指標における企業はね、この指標というのは100ね、企業は市場価値において2.8兆ドル合わせてって全部約さ2.8兆ドル失ってきた。いいかな。で、ハイフラインスタートアップ that went public in recent years have been hit hard too。 最近ね、近年 went public 上場したハイフライン、高値のとか値打ちのある高値の新興企業、高く飛んでるね、高値の新興企業は やはりヒットハード、厳しく打撃を受けてきている。 To また The shares of Robinhood are 80% below the level at which the retail trading app went public in July 2021。 Robinhood の株価は2021年4月に、小売取引アプリケーションが上場した時のレベルより 80% 低くなっている。 80% 低い。このリーテイルトレーディングアップっていうのはこのロビンフードのことでしょうね。ロビンフード何やってるか知らないけど、小売取引のアプリケーションを作ってる会社なんですよね。ウェンターパブリック、ウェンパブリックが上場するってことですよね。ということですから、そのレベル、上場したときより 80% 安くなっているってことですね。それで、Those of Peloton, which market makes internet connected exercise bikes, have lost over 90% of their value from their peak。 このペロトンのゾーズ、これは株シェア、上のシェアと一緒で、株式ね、は、エクササイズバイクってエアロバイクのこと。だから、ネットにつながっているエアロバイクを作っているペロトン、メイクスインターネットコネクテッドエクササイズバイクですね、は、彼らのピークは、高値の時から、ゼアバリュー、ゼアの価値の 90%、オーバー 19%、90% 以上が、を下落してきた。アズロス。ね。アザグループ。これはグループだから、これは上の100社のことにかかってくるのかな。グループ全体としてって意味だろうね。The largest newly listed firm。最大の新規上場した企業は、今年のスタート、今年の初めから 38% less。だから、worse。38% 出てたから、今年の初めから 30% の価値が下落してる。
C チャートだから、C チャート見てみると、ここに今、どれかな、アザーセレクトセクターとか、バーっていろいろあるけど、これは分割してるけど、こう100社ってこう全部合わせたものは100社だろうね。あと、ビッグファイブはこの、アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、メタ、これはバー落ちてるね。こうやって落ちてる、バーっと落ちてる。で、ここで言ってるのはね、ラージスニューリリースで、新規に上場した企業って言ってるんだから、まあ、どれを言ってるかちょっとわかんないんですけどね。これは全体のあれですからね。だから新規上場した企業って言うんだから、この中の何社かでしょうね。どれだかわかりませんけど、は、今年の初め。チャート見てもわかんないね。どれが新規に。ニューリリースでどうかわかんない。わかんない。どれだか書いてないかわかんないけど。ここはなんか、スナップってなんだろう。ちょっと待って、スナップってなんだろう。あ、ポキンと折れる。スナップ、ポキンと、こうやって折れてるでしょ、図が。ポキンと折れる。で、ユナイテッド・ステイツ、マーケット・キャピタリゼーション・オブ・テック・カンパニー。これ、技術企業の、マーケット・キャピタリゼーションの市場価値のことね。総資産、市場価値。これ、書いてるかな。あ、書いてないな。マーケット・キャピタリゼーション。これ、市場、書いてかな、上場企業の価値って書いてるけど、市場価値ね、マーケットキャピタリゼーション、まあいいか。で、アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、メタ、まあ見事にみんな下落してますよね。まあそういうことですね。これ直してないよね、僕ね。直してないよね。 OK、 次いきますね。2番目。